今日いい感じ。これ高いだけあるかも。あれ早いですね。前の家の引き払い日です。ああそういえば言ってましたね。ってなんかいつもより気合い入ってませんか。そんなことないですよ。何の魂胆ですか。だって管理会社の人がチェックしに来ますよね。私の印象次第で敷金の返金額が変わるかもしれないじゃないですか。管理会社の人は部屋を見に来るんですよ。そんなの分かってますよ。印象の問題です。大丈夫か。意外に広かったんだ。ここで暮らしてたのがすごく昔に感じる。記念に動画撮っておこう。何やってんだよ。え？え？あ、すいません、ちょっと急用が。すいません。はい。どうしたんですか？美容院に来ました。何ですかこれは。ああ、見ました。びっくりですよね、こんな広かったなんて。俺がびっくりしたのは部屋を晒してることです。大丈夫ですよ。だってもみらさん家に引っ越してるじゃないですか。前の家から今の住所がバレることもありますよ。そうですか。そうです。春田さんは顔も家も SNS に晒しすぎ、好きだらけですよ。私のこと心配してくれてるんだなって。つくづく楽観的な人だなって。ひど。奥さんが可愛すぎて心配する人の気持ちも考えてくださいね。急に出れないで。ちょっと待って、カーテンないし外から丸見えです。見つかりたいんじゃなかったんですか。違います。じゃあ何。これは消す。消します。消します。だから待って。本気に待ってほしいんですか。会社の人が来ますって。あと20分もありますけど、ちょっと迷った。迷ってないです。どうしてこの人はこんなにド S なの。だってえ、もう見つかりたいのはそっちの方じゃないですか。三浦さんのエッチ。床が痛そうだからやめたんですけど。ああ、やめたんですね。なんだ、なんか残念そうですね、春田さんのエッチ。違う、もうバカ。恥ずかしい。春田さんがしたいならしてもいいですよ。だから私はしたいなんて一言も。
残念でした。私の旦那さんはこんなド S で優しくてイケメンで。続きは後でね。とってもエッチででも私はまだ三浦さんの全てを知らない。お風呂上がらないかな。お、自分から来た。じゃあおやすみなさい。なんてからかってみる。あざとい顔して誘ってるんですか？違います。じゃあ何です？今日はなんか寒いから一人で寝るのは寝室も別々だし。それを誘ってるって言うんですよ。ふう、やっと抱きしめてくれた。あれ、いつもと反応が違う。え、ちょっと何してるんですか。もう下着ですね。気がつきました。ちょっといいの買ったんです。いくらだったんです？それは秘密です。秘密？なんでですか？三浦さんだって秘密にしてることあるじゃないですか。いくらだったんですか？16,000円でした。高くないですか？スワロフスキーもついてて可愛いんですよ。スワロフスキー、それイルカ。おはようございます。早いですね。年末調整の準備があって今日私が先に出ます。お、春田さんタグついたまんま。決めました。この服で三浦さんに可愛いって思ってほしくって。はいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。23,000円。三浦さん、僕投資始めたんですよ。マジ？結婚とかいろいろ考えたらお金はあるに越したことないと思って。そうだよな。下着に16,000円。フィックスとかマジで稼げるらしい。一緒にやりましょうよ。前からうっすら思ってたけど、春田さんって金遣い荒くねえか。コミュ力高いし働き者だし、これすでにすごい投資してるのか。
れ様です。また何か買ったんですか？全部安物ですよ。最近散々してません？そんなことないです。通帳。通帳？俺も見せるんで。まさか貯金ゼロとか？まあ、あり得るか。社会人2年目だし。せーの。すごい！三浦さん、こんなにあるんですね。春田さんも意外にありますね。俺の2年目の頃よりあるかも。そうなんです。学生の頃からバイト掛け持ちしたり、フリマアプリに出したり、ふるさと納税したり。さすが経理ですね。毎日家計簿アプリもつけて、お給料も自動積み立てしてるんです。お金の貯め方まであざといですね。そんなこと言って貼り直しました。まあ、でももう結婚してるんだし、大きな買い物は相談しますね。はい。惚れ直したというか、また好きなところを発見したというか。おはようございます。あれ、寝てたから起こさなかったです。先に行きますね。起こしてよ、顔見たかったのに。亜美先輩、なんか元気ないですね。うん、お昼おごりますよ。いい、そんなんじゃチャージされないの。そうですか。今日は早く帰れそうです。やった。どうしたんですか？ん？まさかまた残業かな。ごめん、突然だけど総務の松下さん呼んでもいい？なんだ、よかった。マリチハもちろんです。勝負エプロン装着。憧れてたんだよね。旦那さんの友達が突然家に来るシチュ。友達から褒められたら教えのスキレート上がるよね。おお、全部うまいよ。やるじゃん。よし、グラスも冷やして料理ももっと作らなきゃ。ただいま。おかえりなさい。こちら松下さん、高校の先輩で。どうも。パルタ食堂開店してる？はい、絶賛営業中です。え、顔見知り？偶然会社でお会いして二人の関係聞きました。そうなんだ。ねえ、ねえ、奥さんだからってそんなに頑張らなくていいんだよ。俺の先輩だし休んだよ。でも私がやりたいんです、おもてなし。こんなあざといエプロンつけちゃってありがとう。普段こんなことしないのに。おお。え、これ今作ったの？ビールもめっちゃ冷えてる。グラスを10分ぐらい冷凍庫に入れとくといいんですって。重いのにビール買ってくれてたんだ。ん？このじゃがいものやつうまい。黒胡椒効きすぎてないですか？いや、ちょうどいいよ。レシピ教えてよ。いいですよ。よかった。インスタで予習しといて。え？なんで写真撮ったんですか？残しときたいな。料理すごいし。全部うまいよ。やるじゃん、三浦よね。やるでしょう、うちの奥さん。で、松下さんにちゃんと紹介できてよかったです。やば、三浦嫁だって。え？
妄想を超えてきたよ。私認めてもらえたのかな。あ、これおかわり。はい。お前さ、なんで社内結婚秘密にしてんの。まあタイミングを逃したのと内緒にしてる奥さんの反応が可愛くて。なんで私が片思いの設定なんですか。そんな余裕かましてると誰かに取られても知らねえぞ。まあそのうち。でも本当に可愛いんだよな。今日はごちそうさま。もう来ないでください。もう少し。このままみんなには秘密でいいよな。チーズケーキもあった。これ美味しかった。会社近くのハニーで飲んでます。安心してください。女子会ですからね。でも帰り道は不安だな。こんなあざといメッセージが来たら来るしかないよな。そういえばアミ、その後どうなの。え、その後。真夏先輩とだよ。気まずくなってない。そうだ、私振られた設定だったんだ。うん大丈夫。つかさ、真夏先輩って完璧すぎて芸能人に憧れる的な、なんかリアルじゃないっていうか。うん、わかる。わかる。だからさ、逆にもうガンガン行っちゃいなよ。ああ、いいかも。意外とみんなかっこよすぎて敬遠してるかもだし。家ではガンガンあざと攻撃してるけどね。てかさ、真夏先輩ってなんか秘密持ってたりしそうじゃない。え、性癖的な。違うって。なんか人には言えない秘密を抱えてたりとかさ。人には言えないってどんな秘密よ。兄弟とか、うん、親とかさ、まあいろいろあるじゃん。いろいろね。秘密か。三浦さん、ありがとうございます。いやいや、どうでした女子会は。うん、楽しかったですよ。なんか元気ないですね。そうですか。じゃあ帰りましょうか。春田さん、ちょっとドライブ行きませんか。三浦さん、話したくないことも夫婦の間であると思いますし、無理して言わなくていいんですけど、社内で結婚のこと秘密にしてるのも即日婚の理由も私何も知らなくて、すごく不安になるんです。本当はもっと早く言わなくちゃいけなかったんですけど、うち母親しかいないって話前にしましたよね。実は母親が体調崩して乳がんの再発かもって。俺すげえ動揺しちゃって。でも母親は自分の病気より俺が一人ぼっちになることを心配しちゃって。それはもう大人なのに。でも母親からしたら俺はいつまでたっても子供なんだなって気づいて、だから最悪の事態を想定して一日でも早く結婚して安心させたかったんですよ。私は浮気されて結婚ダメになったぐらいでやけくそで結婚したのに。あ、ごめん、
でもこの話には続きがあって、再検査したら大丈夫だったんだよ。それに俺の中で意識が変わったことも事実だし。だから春田さんにどんどん言いづらくなっちゃって、聞いてる？だから元気なんだよ。よかった。え？お母さん何ともなくて本当によかった。春田さん、無駄に泣かせてごめんね。今度はちゃんと紹介するから。秘密にする必要があるんですか？それに関しては秘密です。教えてくださいよ、ずるいです。早くお家帰ろう。さんの原作コミックス1巻から7巻のセットを抽選で10名様にプレゼントします。詳しくは番組公式ホームページをご覧ください。